ちきたオンザロード旅人の安田由香です。どうもお久しぶりでございます。さあ今日はですね、この駒沢をぶらり旅してみたいと思います。さあ皆さん一緒に出かけましょう。いきますよ、せーの、いってきまーす。ほいほいほい。私はですね、体育館の前にやってきてるんですが、なんと中に東京オリンピックメモリアルギャラリーというものがあるそうなんです。でそちらにまず行ってみたいと思います。ではどうぞ。はい、じゃあ早速中に入ってみましょう。これを実際に選手が着て、はい、ました。はい、第18回東京オリンピックの公式ブレザーとトレーニングの日本。うわー、これ時代を感じますね。これ全部種目は違うので、裏を見ると体操とか馬術とかって全部違いますね。で、こうやったとこに東京都の開催施設に1個ずつこうやってくれた残りです。なるほど、これは貴重なもの。貴重ですね。他にもいろいろね、お写真があって、当時の熱い戦いが繰り広げられるかなっていう臨場感が伝わってきますね。すごい景色、一望できますね。東京がこの高さの建物って当時ほぼなかったですよね、ここら辺にはね。そこで何もなかったと思います。はい、よく周りが見えたと思います。オリンピック公園総運動場は1960年の東京オリンピックをかなり、いろんなことで見ることができます。どうぞそのレガシーを見にですね、駒沢公園に来ていただけると思います。ぜひ一度おいでいただきたいと思います。ハモにオープンされたのはいつ頃なんですか？駒沢でちょうど10年になる。10年、はい、多少のやっぱり嫌な味もちょこっと出すことによって、はい、実は美味しさをより広がった味を感じます。面白いですね。早速私も飲ませていただいていいですか？はい、どうぞ。いい香りがします。旅をしてるっていうのが本当にもう飲んでみればわかるって感じですね。これ今まで自分が思っていたことと違うことをやってみましょう。新しいコーヒーの世界が見えてくる。ワンちゃんのためのご飯屋さんということなんですけれども、はいはい、彼らにあげるものもやっぱり僕らが食べるのと同じように安心で安全なものはあげたいなというところでスタートしたので。来てください、これかわいい。いただいてみます。うん、柔らかい。うん、いちご。そうなんですよ。おー、甘い。ありがとうございます。おいしい。おいしいんですか？わん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 。おいしいわ。一生懸命ワンちゃんの喜ぶ顔と、それから喜んでるワンちゃんを見た飼い主さんの喜ぶ顔を見たいなと思って、一生懸命地道に作業で頑張ってますので、もし駒沢の方にいらっしゃっていただけるときはぜひよろしくお願いします。こちらのお店が元祖だというパンがあると聞いたんですが、生クリームあんパンといいまして、あんパンの中に生クリームを絞りまして、はい、和と洋のミックスといいますか。ちょっといただいてみます。これは女子が好きな味ですね。ありがとうございます。自分がまず食べてみて、あ、これは美味しいなっていうのをまず考えました。おしゃれなパン屋さんではないのでまあちょっとこう見た目がちょっと懐かしかったりとか、うん、本当に老舗なんだろうなっていう雰囲気ですもんね。そういうのもちょっと意識したりだとかしてます。カツオバカモンということで、歩いて桜新町の駅までやってまいりました。長谷川真知子先生に、ね、ちなんだ町ということで、ここもね、いつかやじきたで紹介したいと思うんですが、今日は駒沢を旅してまいりまして、いやいろいろあるんですね。私の印象だとセレブな町ということでね、一括りに、あ、こんにちは、お子さんがいらっしゃってね、
老舗のお店だったりとか、やっぱり駒沢オリンピック公園、ここはぜひおすすめ。たこ揚げしてる子供がいたり、ね、走ってる人がいたり、やっぱりね、2020年の東京オリンピックに向けて、ぜひこの駒沢を一度旅してみてはいかがでしょうか。ご案内は安田理香でした。ふんがふん。